いやー、実りの秋だね。昼間まだまだ暑いな。秋の空だな。今日はね、休みでちょっとブラブラしたんですけど、まあ、このまま帰ってしまうのもちょっともったいないんで、河原に降りてきてます。ブロム手放して CRF 納車したのが去年の12月のクリスマス前だったかな。そろそろ10ヶ月、走行距離が約6000キロぐらい乗りましたかね。それでも結構乗ったなって感じですね。で、グロムでコロナの影響もあってあまり乗れなかったっていうのもあるんですけど、2年乗ってだいたい8000キロぐらいでしたかね。グロムの時に比べて結構ハイペースで乗ってるっていうよりか、1回でツーリングで出かけて乗る距離が長くなったっていうのがね、やっぱり大きな、要因でしょうね。グロムでしんどかったところはね、この CRF で行くとやっぱり楽っていうのがあるんで、同じ距離乗っても全然疲れ方が違いますもんね。相変わらずお尻の痛さ自体はグロムとそんなに変わらないって感じですか。ちょくちょく、自分なりに使いやすいようにパーツを付け替えたりいろいろやってみましたけど、まあ今のところこれで一区切りついた感じですかね。もうちょっとしたらタイヤを変えないといけないかな。直線番長ですからね、真ん中ばっかりちびてますけど、グロムの時はね結構几帳面に洗車なりいろいろしてたんですけど、まあメンテナンス自体はね頻度は変わらないんですけど、綺麗にするっていう作業ですよね。泥がついた状態でもね、オフロードの場合は見栄えが落ちないっていう利点があるんで、ちょっと横着させてもらってます。ハンドル周りはこんな感じですかね。スマホホルダーをつけて、電圧計と電源の取り出しですね。可動式ですか。ミラー、それからレバーを交換した。ショートレバーですね。あと、ガードをつけて。で、グリップヒーターつけてます。グリップヒーターのスイッチが、これですね。グリップヒーターは、グロムからの付け替えですね。グロムで使ってたドラレコ。前後カメラね、この前取り付けました。しばらくはね外したままにしてたんですけど、まあもったいないし、当初はねもういらないかなとは思ったんですけどね、もう山道ばかり走るんでそんなには必要ないかなと思ってたんですけど、まあよくよく考えたら山に行く前までは公道を走っていくわけなんで、結局公道を走ってる時間の方がどうしても長いということで、
何があるかわからないんで、遊ばしておくのももったいないので取り付けました。ドラレコはね、やっぱり安心感がありますよね。最近変なのいっぱいいますからね。ビードストッパーをね、前に一つ後ろに一つ取り付けてます。リアにね、もう一つつけてみようかなとは思ってるんですけど、まあまあ、ゆくゆく時間を見て後ろ2丁掛けにしようかなと思ってます。スキッドプレートですね。これやっぱり保険としてつけました。これスキッドプレート高いんでね、どこにつけたのかな、 SRC っていう安いやつ見つけてつけました。安いって言ってもそんなに、ね、やっぱり1万円近くはするのかな。機能としては結構果たしてくれてるんで、つけてよかったなと思ってます。あと見た目的にはそうですね、忠雄さんとこのパワーボックス、だいぶもう色も変わってきちゃいました。やっぱりね、オフ走って泥がついたりいろんなものが飛んでくるんで、やっぱり焼け方どうしてもムラが出ますね。帰って掃除だなこれ。それから液体から、吉村のマフラーに交換してます。なかなかね、歯切れのいい音なんで結構気に入ってます。ただ当初思ってたよりなんか音が大きいのかなとは思ってますけど、基準もクリアしてるんで使ってます。忠雄さんとこのエキパイと吉村のサイレンサーの組み合わせ、中低速のトルクがちょっと太くなってる感じがしてるんで気に入ってます。後ろのビードストッパー、怒りまみれ、デイトナ製のキャリアを取り付けてます。あと、スキッドプレートと同じ SRC の、フェンダーレスキット、フェンダーレスキットって言えばステーだな、2500円か600円ぐらいだったと思うんですけど、他のが高すぎるんですよね。7,000円とか1万円とか、これ2500円、2500-600円だったんで、あとは別にナンバープレート等を買って取り付けてます。チェーンも今ベルハンマー使ってます。ベルハンマー使うとね、やっぱりいいですよ。燃費も上がります。おすすめです。チェーンの伸びも若干抑えられてるような気がします。それからあと外観的に違うのが、あ、工具入れ、小物入れですね。これ外してます。なんか使い勝手悪いんで、もう外しちゃえっていうことで外してます。ここにねボコッと出てたんですけど、それがないだけで結構見た目が良くなります。やっぱりこのオフロードの場合、この空きっていうかね、これが結構、スタイル的にかなり印象変えてくるんで、ここが開くとね、やっぱかっこいいですよね。オフロードらしくて。それからこれがね、バッテリーのメンテナンスの時に使う充電用のケーブルの取り出しですよね。充電、これ挿したら、バッテリーチャージャーにつなげれるようにしてます。いちいちサイドカバー開けれなくてもバッテリーチャージャーに接続できるようにしてます。で、この中にドラレコの本体をね入れてます。開けてみましょうかね。見れるかな、これドラレコの本体。
まあ、あとシートの下に配線をはわして押し込んでます。これカメラですね、リアカメラ。これが、ドラレコのリモコンになります。このリアのサスペンションを変えたいんですよね。結構高いですからね、この辺サスペンション手を出し出すと。なんか腰がなく、もっとシャキッとしろよって感じがしますから、ちょっと変えたいですね。このシートのね、これもう少しね、高さがあった方がいい。これぐらいな、こういう感じにしたいんですけどね。余裕と元気があればあんこ増ししたいと思ってます。これが今、いくらだったっけ、車体価格が59万ぐらいでしたっけ。まあ250、昔からすると高いですよね。まあ ABS とかいろんなものがこう受けとかないと乗れなくなったっていう時代なんで仕方ないんでしょうけど、昔なんてね、40万出せば 400cc が乗れてましたからね。今250でも100万超え、すごい時代ですよね。若い人すれば乗れなくなりますわね。グロムから乗り換えたってね、お話ししましたけど、 CRF にして、どうだって言われると、ただね、やっぱりね、オフロードはね、楽しいですよね。まあ、どこでも走れるって言い方したら、まあ、走れない道ももちろんあるんですけど、やっぱり走れる道が多くなるっていうのは楽しいですよね。どうしようかなと思ってる方、一度ね、これはね、やっぱり乗ってみないと分かんないですよね。乗ると絶対気に入れますよ。オフ車はね、全般楽しいです、乗ってて。グロームと車体の大きさも、まあ元々のこう、ね、目指してるところが違うから、比べるのも、あんまり比べてもしょうがないかもしれないですけどね。ホンダ車として考えると、一つ一つのこうグロームと比べて CRF の方が精度が高いです。その精度っていうのが、例えばシフトをチェンジした時のこう感覚っていうか、フィーリングっていうか、やっぱりね、こっちの方が気持ちよくスコンスコンと入っていきます。で、ニュートラルに入れるにしても、こちらの方がスッと入ります。ちょっと説明難しいですけど、そういうところの精度はやっぱりこっちに乗り換えてみると、ああ、こっちの方が一つ一つ精度が高いなとは思いますね。まあ値段も高いから当たり前なんでしょうけど。あとレビューなんかでね、よく言われてるのが、足が熱いと。ツーバー乗ってみて、まあ確かにね、暑いのは暑いですけど、まあこんなもんでしょう。一般的なデニムとか、そういうパンツで乗るとやっぱり暑いとは思いますよ。ただあのオフのブーツを履いて、元パン履いて、ちゃんとした装備で乗ると全然私の場合は大丈夫ですね。まあリターンして最初に乗ったのがグロムで、その次にこれで、リターンする前のバイクっていう、もうかなり昔の、大昔のバイクと比較しかできないんです。でもね、やっぱり乗りやすくなってますね。オフロードに乗ったって言ったら、行動用だと XL250 っていうね、モトクロスしてた時は YZ の125と250、まあ2サイクルでしたけどね。まあモトクロスターはね、ちょっと別でしょうけど、 XL からすると非常に乗りやすいですね。フロントフェンダーの上に乗せられるやつを後ろのシートの上に取り付けてます。後部と後ろのタイヤを浮かせれるためのスタンドですよね。
その上にあるのが非常用の携帯ガソリンタンクですね。1リッターなんですけどね。あとは背中の方にパンク修理セット、傷ですね、傷、擦り傷とかにしか対応できないですけど、まあ救急セットみたいな、絆創膏、消毒液、ポイズンリムーバー、まあ、このあたり持って、いつも出かけてます。一応これからまだまだちょくちょくね、変えていくところも出てくるとは思うんで、ちょっと面白そうなのがあればまた動画にしてみたいと思ってます。次はどこ行こうかな。またツーリングとかいろいろ出かけたら動画にしてみたいと思います。今日はありがとうございました。